本日の動画は永久保存版です。はい、どうも。この世からなくなってほしくないもの、イカの塩からどうも様です。さあ本日はですね、コレクションカード専門店としてね、いろいろな、カードゲームコレクショングッズ触ってきました。数でいうと60、70ぐらいはですね、コレクショングッズ、サプライグッズ触ってきました。そんな私が選ぶ超おすすめカードコレクショングッズ5選ということでね、今回動画にしていきたいと思います。もし参考になったという方は高評価をぜひよろしくお願いいたします。説明欄に Amazon リンクも貼ってますので、よかったらそちらからお買い求めください。それではまずカードを保護するのに一番大切なものと言っても過言ではないでしょう。スリーブになります。私がおすすめするスリーブがこちらです。キャラクタースリーブガードスーパーハードという、KMC さんからね発売されてるスリーブになります。私もねスリーブなんか作ったりしてね、お店で売ったりしてますけども、本当にね KMC さんのスリーブはね安くて質がいいんですよね。これはキャラクタースリーブといってですね、普通のスリーブの上につけるね、オーバースリーブという、扱いになります。まあレギュラーのものより数ミリ大きいサイズになってるんですが、ジャストスリーブだとねたまーにこうカードがはみ出ちゃったりとか、取り出す時とかしまう時にね傷つけちゃったりする可能性があるんで、こういったちょっと大きめのスリーブを使ってます。こちら1個300円からだいたい400円ぐらいで買えるんで、ちょっと高めなんですが、1回使うとねやみつきになります。こちらのスーパーハードおすすめです。やっぱりカードのコレクションせっかくするんだったら見えるところに飾りたいですよね。ということで2つ目のおすすめがこちらです。これはウルトラプロさん、海外のメーカーですね、が出しているワンタッチマグネットホルダーです。以前ですね私これだけでね動画1本撮ったぐらい好きなコレクショングッズで、結構安くて1個だいたい300円しないぐらいなんですよね。皆さんここの注意です。文字のところはね 35PT ってやつを買ってください。これより大きいとねちょっとガバガバになっちゃうんで、この 35PT のサイズを買ってください。ちなみに中に入れるとこんな感じです。やっぱり他のコレクショングッズと違って何がいいってね、これ最初から UV カットついてるんですよね。なんで安心してカードを飾ることができます。あとはまあなんといってもね、このワンタッチっていうぐらいですから取り外しが簡単なんですね。今までってここの上の部分にねネジをこう入れてね止めるみたいなドライバーが必要だったんですけど、マグネットになったおかげでね簡単に手で外すことができて、別のカードと入れ替えることもできちゃいます。安い割にね結構頑丈ですしね、本当におすすめの一つです。ちょっとコレクションしたいカードが多すぎるという方にですね、おすすめなのがこのウルトラプロのトップローダーです。さっきのねマグネットホルダー1個280円とかね300円ぐらいするって言ったんですけど、このウルトラプロのねトップローダーっていうのは1枚あたりだいたい22円ぐらいで買うことができます。はい、カード入れるとこんな感じになります。実はこのトップローダーにねさっきのオーバースリーブがこれジャストで入るんですね。ぴったり入るんですよ。だからなんかカードがこう中でねブレづらいというかね、すっぽり入るんで、個人的には、さっきのスリーブとこのウルトラプロのトップローダーおすすめです。大量に保管したい方におすすめですね。かわいいな、このフラクションガール、いいですね。ホルダーでもいいしね、トップローダーで管理するのもいいんですけど、私結構ファイル管理っていうの好きなんですね。で次にお勧めしたいのがこのウルトラプロさんが出している、ファイル、ポケットがですね皆さん 3×3 のやつを今ねちょっと手元にしかないですけど 3×4 をぜひ使ってください。まあなんで 3×4 がいいかっていうと、 3×4 って12じゃないですか。2、3、4、6、12で割り切れるんで、いろんなシリーズを 1ページにまとめやすかったりするんですよね。 3×3 だと9ってなっちゃって、なんか10種類こうぴったり揃えることとかできなかったり難しかったりするんでね、 3×4 のバインダーがおすすめです。このねオーバースリーブがねぴったり入る大きさなんですよね。すごいしっくりくるでしょ。でこれでまっすぐカードを飾ることができるんで、実はさっきのスリーブとめちゃくちゃ相性がいいっていうね。これがねちょっとちっちゃかったりとかね、上に穴が開いてたりするとね、上からこうホコリが入ったりだとか、カードは振動でちょっと出ちゃったりとかするんで、このね大きめのポケットは非常に使い勝手がいいですね。これウルトラプロさんのエクリプスっていうシリーズなんですが、私はこれを使ってます。結構便利です。最後におすすめしたいのがですね、これちょっとAmazonとかで買えないんですけど、 PSA さんの、グレーディングサービスですね。これどんなものかっていうと、カードの状態をですね、まあ、こういった10段階のね評価でしてくれます。これ10なんで一番いい評価ってことですね。鑑定番号とかね、しっかりついてて裏もバーコードとかあったりするんですけど、このプラスチックのケース何がすごいってね、ホコリとか全く入んないんですよね。カードって劣化するんでね、それを保存できるっていう意味では大きいです。ただ一つ弱点があって、これって紫外線弱いんですよ。 UV に弱いんですよ。ちょうどね、この間うちの店でも発売した PSA カードフレームっていうね、こちら写真です。これに入れた上で、飾っていただくとちょうどいいのかなといった感じです。
はい、ということで本日はコレクションカードショップのオーナーが紹介するコレクショングッズベスト5発表させていただきましたが、いかがだったでしょうか。本当に今ね、個人会社問わずいいコレクションアイテムっていうのを作る方が増えてきてます。うちのお店でもですね、今未開封パック、未開封ボックスケースっていうのを作ってるんですけど、なんかこういうグッズがね、どんどん増えてコレクション界は盛り上がったらいいなって感じてます。ということで、参考になったという方は高評価、そして、私はこれをお勧めしたいという方はですね、ぜひコメント欄でよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。シャマでした。さよなら。